アイライク YouTube。 どうもー、つよぽんさんです。見てわかると思うんですけども、髪を切りました。もうちょっと4月も過ぎてるんですけど、心機一転じゃないですけど、一応髪を切りました。それは関係ないんですけど、今回ご紹介しようと思ったのは、マクドナルドで、期間限定発売のマックシェイクのさくらんぼ味が出たんですよ。それを紹介しようと思って動画を今撮っております。で、見るからに普通にマックシェイクなんですけど、とこれと、ナゲットを買ってきました。ナゲットはいつものありふれたナゲットなので、ちょっと省こうと思うんですけど、同じ動画を撮ってる、京介さんっていう方が、おすすめしてたので今回ちょっと買ってみたんですけど、早速さくらんぼ味ネタに使わさせてもらいます。京介さん、ありがとうございます。で、100円なんでね、 S は100円、 M は200円ぐらいなんで、私は M 買ったんですけど、ちょっと飲んでみますね。その前にちょっと匂いを嗅いでみますね。どんな匂いがするのか。優しい匂い。ちょっとストロベリーの薄まったような匂いが、香りがしますね。じゃ、ちょっと飲んでみますね。美味しい、美味しい。うまい、うまい。開いちゃった。やっぱりあれですね、さくらんぼの味。さくらんぼはこういう、さくらんぼの味はこうだっていうのはちょっと表現しづらいんですけど、そうですね、やっぱいちご、ストロベリーを薄めたような感じの味ですかね。それぐらいしか思いつかなかったな。そうですね。シェイクなんで全体的に全種類とも甘いんですけど、京介さんが言った通り、その中でも甘さが控えめで、たあざあうんそうですね、ただ甘さは控えめなんですけども、やっぱりシェイクなんで喉にこう残る感じですかね。なんで非常に美味しいです。飲みやすいですかね。飲みやすいので自分はいいかなと思いますけども、そうですね、まだまだ売ってると思うので、さっきも言ったんですけど、S は100円、M は200円なので、皆さん、この動画を見て、京介さんの動画を見て、飲みたいなと思ったら、ぜひとも買ってみてはいかがでしょうか。という動画でした。でね、今後ともいろんな動画出していくので、もしよければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ということで、つよぽんさんでした。